はい、どうもしまです。本日はですね、黒魔道の覇者という遊戯王の、第3期のね、ボックス開封していきたいと思うんですけども、これね、私が本当にあのエースとして使ってた魔道戦士ブレイカーっていうね、カードと、これなんだっけ、カオスマジシャンだったかなっていうカードなんですけども、これね、本当に当時買いまくりました。まあ、買ってもらったっていう表現の方が正しいと思うんですが、めちゃくちゃね、開けたパックなんで、やっと手に入ったっていう感じです。多分当時も売れてて、なかなか残ってなかったんじゃないかと思いますが、開けていきたいと思います。うわー、これやっぱかっこいいね、このパックね。はい、それでは開封していきたいと思います。このパックはね、私持ってるんで、このままもうハサミでね、開けていきたいと思います。よし、魔導戦士ブレイカーが欲しいな、やっぱな。圧倒的に、はい、うわ、ちょっと待てよ。洗脳解除、なんか懐かしいな、これ。最近も、ショーケースで見たことあるようなカードなんで、使われてるんでしょう、きっと。はい、洗脳解除ですね。カウンターマシンガンパンチ。あ、これなんだっけ、マスターオブ OG だっけ、確か。あと、このゴブリもなんか見たことある気がする。はい、いいですね。隠された魔導書と、自分の墓地のカード、魔法を、シャッフルするのね、一気に。はい、精神統一ですね。お、ゲルド族みたいな感じで。うん、いい感じのくびれです。あ、いきなり来たアマゾネスの弩球体ですね。これの色落ちカードは持ってるんですが、これ備品バージョンですね。魔導雑貨商人か。おー、一番最初に出たカードを魔法かトラップを加えて、それ以外のカード墓地を送る。あ、なんか使いやすそうだね。はい、あ、こいつってここで出てたんだ。はいはい、あいつ、こいつ、そいつみたいなやつですよね。はい、そしてマジカルマリオネット。あ、これも結構覚えてんな。ほんといいカード多かった気がする。魔力枯渇ね。うん、魔力カウンターをすべて取り除く。これやられるときつかったんだけど、あんま使う人いなかった。はい、デスコアラ、これ強かったですね。相手の手札1枚につき400ポイントダメージと。うん、これは結構よく使いましたね。ピクシーナイト。お、これ意外と怖い顔してるね。結構怖いな、これ。はい、あいつですね。あいつ。これだけで使うと普通に弱いんですよね。あ、吹き矢兵ですね。そっか、アマゾネスもこれ結構入ってんのか。はい、そしてカウンターマシンガンパンチで、よいしょ。あ、奇跡の復活ですね。魔力カウンター使って、ブラックマジシャンかバスターブレイダー。そうだ、これバスターブレイダーのパックだ。バスターブレイダーのね、アルティメットが当たるパックなんですよ。なんで、もしかしたらそれもちょっと期待しながらね、行きたいと思います。漆黒のパワーストーンですね。なんかこのマークよく出てきましたよね。魔導書整理、マスドライバー。あ、出たキャノンソルジャーみたいなやつ。フィールド上のモンスター1体一気に捧げるために400ポイント。これなんか一時期禁止になってたらしいですよね。はい、我が身を盾に、対抗魔術ですね。隠された魔導書。はい、マリオネット来ました。あいつ、壺の隅。強欲の壺発動時に無効化して自分はドローするっていう。面白い。いきなり来た。よしよしよし、魔導戦士ブレイカーですね。まあ、パラレルではないですが、もうウルトラでもやっぱこれ本当にかっこいいね。結構再録してるみたいなんですが、うん、やっぱこのバージョン303017ね、これね。ほんとかっこいい魔導戦士ブレイカー。これはもう私のあの、第3期時代の遊戯王のエースでしたね。魔力枯渇、デスコアラ。はい。お、絶対服従魔人ですね。これよく動画で出てくる気がする。あいつ、精神のいつと。流派界の証、洗脳解除、吹き矢兵、おー、同族感染ウイルス。すごい覚えてちゃった。はい。これなんか最近話題になったやつですね。あの、手札1枚捨てたら、種族をね、一つ選択してそれを破壊するっていうやつ。うん、これなんで今使われてるんだろうな。うん、まあ、でもこれほんとデューマにあったら今最強なカードなんだけどね。魔装マンドラゴラ、これ前回当たりましたね。武装解除、生命力吸収魔術、吹き矢兵、マリオネットと。王立魔法図書館とかこれ当たんなかったかな、確か。当たった気がするんだけどな。あ、びっくりした今。予言みたいな感じになっちゃった。王立魔法図書館ですね。あ、これほんと強かったですね。魔法カウンター乗せてね。あの、まあ、守備力2000って普通にあるんですよね。そう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 。それで、ワンドローするっていう。まあ、超の探検エルマとギアフリードで無限ドローみたいなコンボがありましたね。魔法カードを、装備すると破壊するやつと、墓地に置かれたら、手札に戻る魔法カードでね。そう、装備カードで。それを装備しまくって破壊されて、装備しまくって破壊されるみたいな。で、装備カードも魔法なんでね。それで魔力カウンターが、おぉ来た、カオスマジシャン、びっくりした今。すーごい。おぉ、このカード1枚対象にする、モンスターの効果を無効にすると。かっこいいよね、これね。もう絵柄がかっこいい。あ、じゃあこれでもうレリーフは出ないのかな。はい、カオスマジシャン、魔導戦士ブレイカー、この2体揃いましたね。魔導書整理、生命力、はい、呪詛師、千里眼、はい、パワーストーンと、洗脳解除、魔導サイエンティストか。あ、罠外しのクリフね。これもなんかいたな。魔法トラップカード破壊するんだ。そう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 、魔導サイエンティストね。これ融合モンスター出すんですよ。これで何だっけな。エレメンタルヒーロー、フレームウィングマンがちょうどレベル6以下だった気がするんだよな。はいはいはい、カウンターマシンガンパンチと。はい、アマゾネスの格闘戦士。あー、面白い黒猫ね。
うん、面白いってことですよね。壺の隅、流派界の証、はい、奇跡の復活と、あ、いた、執念深きローマ術師、これね、あの人食い虫みたいな効果なんですよね。結構強かった気がする。はい、ていうかまあよく使いましたね、小学生だったんでね。よいしょ、はい、呪詛師、壺盗み、武装解除、格闘戦士。うわ、え、ちょっと待って、来た、やった、待った、うわ、待ったじゃない。ちょっと待って、これ開封史上一番嬉しいかもしれない。しかもね、今昼だからね、隣人さんいないからめっちゃ叫べる。やった、これ、うわ、かっこいい、これやばい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 、マスターブレイダー。ちょっと待って、これは早く、ちょっとスリーブスリーブスリーブ。はい、ということでスリーブ入れてきました。相手のね、ドラゴン族のモンスターに、墓地ですね、1体につき、500ポイントアップするというこのバスターブレイダーさんなんですけどね、ほんと下手すると攻撃力4000ぐらいになって、巨大化とか使うと8000ぐらいになってね、一気に相手を蹴散らすっていう、ちょっとロマンカードとしてね、はい、よく使わせていただきました。これのなんか専用デッキもあったみたいで、リンク召喚でなんか弱体したみたいなことを聞いたんですけど、あ、これ作りたいな、せっかく手に入ったしな、めっちゃかっこいい、本当に。わ、でもパラレルとね、レリーフが一緒に来ると思ってなかったんで、ちょっとこれはびっくりですね。バスターブレイダー、ちょっとこれやばいな。中年深きローマ術師、奇跡の復活、洗脳解除、うわ、絶対来ると思ってなかったもん、さっきな。あー、もうマジか、パラレルとアルティメット一緒に出るのか。対抗魔術、我が身を盾に、かっこいいよねこれ、名前がね。同族感染ウイルスめっちゃ出るね。面白い黒猫、千里眼、マスドライバー、はい、魔導サイエンティスト、これほんとなんか良かったよな。マリオネット、グレートハンガスね、1800600ね。あ、猫耳族だ、これノーマルレアのカードですね。はい、戦闘する相手のモンスターの攻撃力がダメージステップ時に200になるのか。あー、そんな効果だったね。うん、とにかく可愛いですよね、これノーマルレアですね。アマゾネスの吹き矢兵、同族感染ウイルス、これ4枚ぐらい、すごいね、こいついっぱい出るんだな。精神統一魔導書と、待って、これこんなに出んの。 5枚目ですね。はい、面白い黒猫、千里眼、結構あれか、種類少ないのかな。アマゾネスの呪詛師、千里眼、はい、パワーストーンと、壺盗み、対抗魔術、武装解除、格闘戦士、ピクシーナイト、流破壊の証、お、パワーストーン、あー、出ないね。カウンターマシンガンパンチ、対抗魔術、武装解除、壺盗み、お、ビッグバンシュート、これジレアですね。うん、なんかこれ見るとあれだな、これチョップマンとは違うか。チョップマンっていなかったっけ、なんかなんちゃらなんちゃらなんちゃらチョップマンみたいな。グレートアンガス、絶対服従魔人ですね。魔導書整理、はい、雑貨商人、よいしょ、魔導書ですね。クシーナイト、あいつ、うん、吹き矢兵、マシンガンパンチ、お、救出劇、これ海外版だとイラスト変わってるやつですよね。これそっか、ジレアだったか。アマゾネスがね、すり抜けるやつですよね。対象にしたカードを、発動された時に使って、それを手札に、アマゾネス手札に戻して別のモンスター出せるっていう、面白いよね、なんかね。うん、こういうようなカード結構好きですね。格闘戦士と、聖戦、あ、聖戦士さっきまで出てなかったですよね、多分ね。はい、あ、ソニックダック、いた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 、懐かしい、これ。はい、流破壊の証、あ、執念深きですね。こい奇跡の復活、青、ローマ術師デスコアラ、あ、見習い魔術師か、まあ、ルックアントのするやつですね。こいつ、精神統一、罠外しのクリフ、音速ダック、デスコアラと、魔導書整理、マンドラゴラ、聖戦士、呪詛師、お、マスドライバーか、なかなか来ないね。はい、ではもうあと1パックです。スーパーレアが1枚ですよね、多分ね。よし、じゃあ最後行きましょう。はい、最後のラストパックです。カウンターマシンガンパンチ、マルコカツ、あいつと、マスドライバー、最後、あ、王立の図書館か。はい、ということで今回ですね、黒魔導の覇者、久しぶりにブースターパックでね、神引きした気がします。まあ、思い出のブレイカー、そしてカオスマジシャン、パラレル、そしてなんといってもやっぱりレリーフのね、バスターブレイダー、これのかっこよさってほんと異常ですよね。はい、この3つのカードが当たったんでね、かなり良かったかなと思います。はい、という感じでまた懐かしパックね、開けていきたいと思いますが、もし面白ければ、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで最後はね、このバスターブレイダーさんと一緒にお別れしたいと思います。シャマでした。動画ご視聴ありがとうございました。さよなら。Yes!